手なバッターに、うまくいけば育ってくれればいいかなと。花がというか、もう思い切ってもう振るって迫力あるスイング、はい、迫力あるスイング、はい。始まりました迷宮会チャンネル。今回も迷宮会のレジェンドをお呼びしていろいろなお話を伺っていきたいと思います。進行を務めますパンチ佐藤です。さあ早速今回のレジェンドをご紹介させてください。土井正弘さんと新井博正さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。年齢的に約20違うもので、土井さんの素晴らしいプレーっていうのはもちろんテレビでも見たことないですし、はいはい、僕が知ってるのはプロ野球スナックのカードかなんかで、はいはい、やっぱりクワッと構えられた、打撃フォームと、あと引退された後の白髪でおしゃれな、はい、土井さんというイメージしかなくて、今日はよろしくお願いします。はいはい、今年の注目 の選手っていうのはどんな選手を見たいな。注目はやっぱり僕らは佐というのをね、うまく育ててほしいなっていう、はい、今打ってて始まって打てなくなってくるといじられるんでしょうか。いじられるんですね。そこのところをもうどういくかね。新井さんはどんな選手を。だからいや彼注目していますよ。彼ならリーグとかですね、はい、関西の大学の人たちに聞いたことがあるんですよ、はい、で彼はその学生時代ホームランは打つけど、はい、飛距離は素晴らしいけど、はい、数字率はあまり残してる選手じゃないっていうことを聞いたんですよ、はい、このオープン戦、はい、結構リズム残してるっていうところで、はい、自分の予想よりも彼はいいものを今出してる状況なので、うん、このまま彼は三振が仮に多くても、はい、阪神球団使うんであれば、はい、ね、そのまま静かに使ってほしいなと思いますよね、はい、フォークボールとか、はい、そういうチェンジアップとか、はい、キレのいい変化球を投げるので、はい、同じストライクゾーンの近いところでも、はい、芯に捉えきれないような打撃は増えると思うんですけど、はい、彼 の, そのホームランバッターとしての、ね、はい、思い切りのなくなるスイングはしてほしくないなと思うわけですね、はい、そのまま出し切って、うん、大きなバッターに、うまくいけば育ってくれればいいかなと思いますけどね。例えば土井さんが今20歳ぐらいで、はいはい、男の子が生まれたとして、はい、お父さん僕野球やりたいんだって言ったら、はい、どういうバッティング、どういう選手にしたいですか。やっぱ右バッターですか。やっぱり左ですか。長嶋さんとかねみたいな、花がというか、ああいくらなんで入らない仕方ないんだけどね、はい、あれさんは女の子さんですけど、僕は男だ子だったら、はい、大谷の体が欲しい。ああそうですね。あれそれ大谷なんかでかいですけど、走り方もモサモサしてないし、はい、かっこいいし、すごい、あの体であれだけバランス取れてる人っていうの、それであれだけのパワーがある人いないね。顔も小さくて、はい、かっこいいし、かわいいし、そんななってみたいですね。今年のパ・リーグどうでしょうか。やっぱりソフトバンクですか。ダントツで。ダントツです。どこがどうなってソフトバンクでしょうか。選手がね、あまぐらいてるっていうね。そうですね、うん、どれをやっぱり調子悪かっても次は必ずいてるっていうね、はい、怪我した方が選手がいい感じで回っていいかもしれないですね、はいはい、柳田も休んでるんだけど、はい、別に優勝には関係ないっていうね、はい、出てきた状態ですから、あんなのほんまにみんな揃ったらもうガーンっていってしまうんじゃないかな、はい、じゃあそこをなんとかドキドキさせるチームってどこだと思いますか。僕は楽天と思いますよ。楽天の5本があるんですよ、はあ、柱が今年入った早川、はい、早川いてるよ、で和久井いてる、はい、岸いてる、はい、でこの5人がね、夏休み取らんかったらね、うん、必ず優勝しますよ。必ず夏休み取るんですよ。どうか痛い、はい、会行きたいって、ちょっとね、業界用語の夏休みという。新井さんはどうした、優勝はやっぱり楽天がいいなと思いますね。優勝はソフトバンクかなという。ソフトバンク、まあ使える選手がたくさんいるので、はい、まあ投手も豊富だし、はい、故障しても代わりに入ってくる人たちが数多くいるチームなので、故障は必ずしも戦力ダウンにならないっていう、そういうチーム力ですね。まあ、まずは投手力がいいっていうことと、まあそこそこその野手は交代してもそれなりに動ける人がいるっていうところですね。やっぱり土井さんと同じ楽天も面白いという。楽天の投手力、まあそこも攻撃力もあると思うんですよ。若い左バッターとかですね、たくさんいるし、はい、なかなかこうダークホース的で、はい、A クラス
は行くんじゃないかなと思いますね。セリーグはどうでしょうか。セリーグのやっぱり巨人でしょうね。ジャイアンツとですね、巨人とやっぱ阪神がね、個人的にあの菅野君はお父さんとは東海大相模武装で、はい、よくごちそうになっちゃってるので、まあジャイアンツの悪口はあれなんですが、はい、なんかみんな可愛らしい選手でギラギラしてるのは亀井君ぐらいかなみたいな。結局ね、はい、菅野いうピッチャーがね、はい、貯金がやっぱり一人でね、はい、10何個できるっていう、はい、で阪神にはどうかっていうと、今度はやっぱり藤浪がね、はい、どんだけの軸になってくるかね、はい、ああいうピッチャーがやっぱりあの貯金ができんなダメなんですよ、はい、藤浪君はやっぱりコントロールが荒れちゃうので、こうした方がいいとか、ああした方がいいって指導されてきたじゃないですか、今まで、はい、でも適当に思いっきり投げろって僕は言いたいんですよ。っていうのは、あの渡辺久信がめちゃくちゃだったんですよ、はい、あれがまとまってたら渡辺久信じゃないじゃないですか。西いうピッチャーいてるでしょ、はい、あんなあの度胸のね、マウンドでね、はい、いつもやってたら悪くてね、はい、人を舐めてるようなね、ああいうぐらいのね、心臓なかったらね、藤浪君どうかね、あのパンチ先輩から今年はもう抜けたら抜けたで、そうです、サーンっつって。さあ荒井さん、セリーグはどうでしょうか。セリーグね、オープン戦の戦いだけ方ですけど、タイガースが非常に評判いいし、はい、面白いチームになってるかなと思いますね、はい、カープはどうですか。カープはちょっと戦力弱いかなって感じるね、はい、じゃあ最後にこの画面に向かって土井、はい、さんから、あの今の12球団の選手にこんな1年こういうふうに頑張ってくれみたいなメッセージをお願いします。積極的に打ちに行くっていう、はい、あの形をね、やっぱり崩さない、はい、そしてあのその中で変化球期待なんかを応用していくというようなバッティングにね、やってほしい。そしたら下を使わんことにはね、うん、下の下半身を使わんことにはやっぱりあの緩んでしまうと打てないっていうことで、うん、思い切ってもう振るっていう、ね、魅力あるスイング、はい、迫力あるスイング、はい、じゃあ荒井さんお願いします。いや一緒ですね、はい、土井さんと一緒で、うん、足元どっしりと振り切ってください、はい、お願いします、はい、押し付けっていうのは絶対ダメ、まあ、セリーグの野球やられようとしたら何大きな野球、そうパリーグですね、ずっとやっぱり2500本ぐらい